どうもです。今回なんですけど、最新情報がっつり来ましたので、一気に見ていきたいと思います。まずはね、両手がオレンジに燃える、闘志を宿したパンダさん。力強い拳は、まさに戦いの猛者なのだって。かわいい。今もね、鳥とかも来てますよね。限定ペットの中国から。いやー、いいですね。こちら2023年の IVL の夏季優勝を飾った GG の、ペットみたい。わ、これはガチで欲しい。いや、アジアにも出してくれるのいいね。12月29日より期間限定でショップ。かわいすぎる。このパンダは絶対欲しいな。ロボットのやつとかも来てくれると嬉しいんだけどね。さあ、ついに来ました、サンリオコラボ情報。いや、これだよね。やっぱりエマがこっそり侵入してコラボ情報入手してくれたって。かわいいコラボ衣装とコラボペットと、一緒にね、この冬はパーティーの旅に出かけようってことで。かわいすぎる。めっちゃキティかわいい。今ね、ハッピーセットコラボもやってますよね。キティちゃんすごいな。やっぱサンリオ強い。もうね、全然買えないんだよね、ハッピーセットの方も。ぜひね、そっちもね、調べてほしいぐらい本当に可愛くて、キティちゃんもうね、50周年なのかな、サンリオが。多分それでコラボをいろいろしてるんかな。50種類のね、キティちゃんのぬいぐるみがあったりするんよね、ハッピーセットの方ね。はい。第5のちょっと方も見ていかないとね。お、次はシナモンだ。わー、シナモロール。まあ、キャラ投票1位。え、今フュージョンしてた。かわいすぎる。やばいね。ショタ・ジョゼフだ。すごっ。これは欲しいわ。もう課金 もう絶対する。うん、いや、これを機に初めて課金する人出そうな気がする、ね、かわいすぎでしょ、マジで。えぐいね。いやー、サンリオコラボは絶対熱い。なんか特殊とかでも人気そう。ちょっといいね。ペットの方もね、ゼンマイ式で可愛いんですよね。まあでも全部買ったとしてもそんなだと思うな。うん、料金も。ペットも1個無料なんで。あ、キティちゃんの方来た。そう、ペットも2種類ね、来ると思うんだけど。まあ1種類ね、どっちか無料でゲットできるんで。はい。まあ実質 SSR に衣装2着と、まあ、ペット1つなんでね、そんなにまあ金額もかさまないはず。あ、シナモロールはふわふわ浮いてるんだ。へえ、ちょっとちっちゃい感じなんだね。かわいい。シナモロールなしでいいな。ふわ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 浮いてるわ。おお、イラストもいいね。楽しみやね、マジで。さあ、サンリオキャラクターズコラボ、まだね、映像ありますね。12月28日より荘園で開催ということで。かわいすぎでしょ。うわー、ハートが舞ってるんだ、ふわふわ。しかもキティちゃんバッジもついてて、キティちゃんのバッグも持ってるんだ、こんな感じに。めっちゃいいじゃん。ロリー賞だ。うわー、すごいな、これ。あ、来た。ジョゼフ。ショタージョゼフ短パンでね、かわいいよね。この衣装もえぐいよ。ほら、杖っていうかステッキになってるんだよね、剣が。かわいい。まさかのすぎるね、ジョベフとのコラボは。おお、ね、裏世界と色がこんな感じになるんだ。いいですね。うわ、こうやって一緒色も変わるんだね。あ、裏世界がこの青なんだ。なるほど。じゃあ通常モード黒いんだね。うわー、楽しみすぎる。うわ、てか写真機がかわいい。あー、来ました、ペットの方も。おお、こんな感じになるんだ。かわいい。いやー、これね、2つ来るんだけど、1つ無料なんでね。これは、選べないな、マジで。どっちも欲しい。わー、一生懸命ついてきてる。キティちゃんはちょっと大きめな感じするね、ペットとしては。いいね。で、シナモロールが少し小さめで、ふわふわ浮いてるんかな。おー。めっちゃかわいいじゃん、こんなん。解読中癒されますね。おー、いいね。この2人合わせてもいいね。うん。わー、浮いてる。星のコーヒーカップみたいなのあるんだ。かわいい、ね。こちらね、コラボカフェの PV もね、来てるんですよ。渋谷の MODI っていう場所で、ご来店お待ちしてますってことでね。コラボカフェの方ではこんな感じに。お、この衣装が来るんだ。ってことは、これ、墓盛りポムポムあるんかな。もしかしたらこの中で実装されるやつがあるかもしれないよね。イソペバツマルバツマンちゃうの。炭鉱者コロコロクリリンだって。いや、こん中でもしかしたらあるかもね。類戦コゲミュン来た。小麦粉の妖精だっけ。
ハンギョドンイタカとかガチでイケメンとね可愛いのコラボいいね。あ、泣き虫ケロケロケロッピー、可愛い、ワンチャンありそうじゃないですか。まあね、ちょっとコラボカフェ好きな方はねぜひ渋谷行きましょう。さあついに来ました、 COA7 の PV。 これ本当におもろいよね、この映像。前回宇宙シリーズだったけど、さあ今回みんなガスマスクつけてるんだよね。なんかバイオ的な、バイオレンス的な感じだよね。おお、かっこいいな、この映像制作費やばそう。これ映画みたいで楽しいんだよな。楽譜が粉末と化してあたりに、ちょっと、おいいね、このメンツ。SR 社も来るかな、公開。なんか、ニョキニョキ出てますね。かっこよすぎ、ガスマスク。教授の SSR が無料なんだっけ。第5映画作ってほしいね。わ、なんか隕石落ちたみたいになってる。おー、みんなで探検してるな。超エモいしかっこいいよね、ガスマスク。え？ホラゲーだ。第5人格がホラゲーになってる、また。戻ってるわ。おー、何か見つけてるね。いや、この衣装使えんのいいね。え、患者とかめっちゃかっこいいじゃん。あー、トラップに引っかかった？ビオレッタじゃないもんね。今回タコやったからさ。ね、雲はまた別の時に来るみたいな。おーっと、消化してる。さあ、焼き切りましたけど。わ、かっこいいね。なんか銃持ってる。え？かっこいい。マジで別ゲーだ。第五人格が別ゲーになってる。なんか寝てるな、煙。うわあ、なんだこの黒いの。どういうこと？なんか今前はさ、映画の撮影みたいな感じだったよね。で、ちょっとね、あの、ジョークシーンみたいな交えてやってたけど、今回は何？ガチモノのやつなの？ガチで探検してる感じ、これ。え？さあ、なんか、記憶かな？え？あらあら。おぉ、作曲家やばいね。ガチでかっこいいね。おぉ。わあ、なんか伸びてる。あー、これ触手なのかな。さあ、何か掲げて、ハスターか。え、このハスターえぐいよね、マジで。これ本当にゲットしたいな。さあ、お待ちかねのね、ガラコ来ました。ガラテヤさんの SSR 衣装動画。こちらの衣装はね、1月1日にショップに登場ということでね、もう可愛い、やばい。もう美ですね。この青めに青と白の衣装も大好きすぎるんですけど。わー、かっこいい。水晶玉をね、彫刻として使ってたから、まあおそらく雪を使った彫像が出るんじゃないかって予想してたけど、まあちょっとこの動画で判明しますね。おー、彫刻刀というか剣みたいな、探検みたいな感じなんだ。これも映画のやつだよね。うん。さあ、どんな感じなのか。演劇の星だから。ああ、ハイジ。ハイジのやつか。クララだね、クララ。なるほど。クララとのやつってめちゃめちゃエモいね。クララが立ったっつって。かわいい。わあ、いいね。ハイジ好きな人とかをね、刺さるよね。泣けるやつや。お、患者追ってるけど。これで、あー、コーヒーカップになってる。雪じゃない、コーヒーカップのなんかあるね。合体石像どうなんだろう。ハイジ出てくるこれ。そんなことない。お、心理患者ぶちのめしてる。リア充、心理患者よく出るな PV に。リア充撲滅してる。あー、なるほど。待って、ジム合体石像出てた。合体石像どうなってた。これ合体が、あー、黒いマグカップになるんだ。なるほどね。はい、お次はね、メリー先生の演劇の師匠だね。
メリー先生も1月1日に販売ということでね。はい、こちらも演劇賞。かっこいい黒いの。黒いのやばいね。ちょっとかっこいい系のセクシー系ですね。メリー先生強いし、あ、むしゃみが黒いのめっちゃいいね。ダーキーだ。あれ？泣いてる。なんで？これちょっと悲しいね。メリー先生泣かないでっつって。これがなんかその映画のワンシーンみたいですね。松葉杖でついてる。うん。あ、そうそう、これ出てきた。松葉杖で、なんかね、線路を渡ってるシーンらしいよ。さあ、黒いバッグに。この衣装もいいね。おー、くるくる回ってる。かわいい。いいね。うわー、かっこいいな。てか、この衣装、普通に人気出そう。おー。かっこいい。蝶々が舞ってて、髪型がね、いいね。さあ、べちょべちょ蜂蜜ついた。おー。こう、スタイリッシュだね、服も。ピチッとしてて。しかも黒いから、普通に隠密にも良さそうだよね。衣装は黒いし。うんうん。さあ、弁護人。おっと、救助しましたね。まさかの救助しないかと思ったけど。さあ、急いで逃げてった。虫を操作して、あー、リッパー。いいね。かけら集めてゲットしましょう。まあ、一応ね、この情報もね、伝えておこうかなと思って。こちらは、キャラペイですね。キャラペイが、予約もできるということで、これは本当に可愛いんで、うん。僕はトレチかな。おー、キャラペイいいですよね。まあ、決済するときにこれでピッてできるよ、みたいな感じかな。楽天ディとかでも確か、ね、できた気がするんだけど、まあ、ぜひね、対応の QR コード、決済ね、ちょっと調べてみてください。うん。公式サイトにね、詳しく書いておりますね。さあ、まあ、転売されそう。ねえ、かわいい。おー、欲しいな、キャラペネット購入のみなんかな。最後ね、雪まつりイベントってことでね、イベント期間が1月4日からで、こちらがね、なんと、イベントアイコンに特殊アクションの雪玉投げるが、復刻するということで、傭兵神が魔術師、超講師、魔術師、中国語翻訳なんで、これマジシャンのことかな。なんか新サバイバーかっこよさそうなの来たと思ったけど、はい。で、あと超講師、こちらね、雪玉絵元待ってた方はね、イベント楽しみにしておきましょう。中国の方だとオフェンスの UR 来てるね。そう、こっちも魔術師みたいになってるな。ここまでお知らせございました。やっぱりね、僕はサンリオもう楽しみすぎるかな。今回の動画いっぱいね、ちょっとまとめたんですけど、まあ、気になるものがあったらね、ぜひ、ちょっとエコーとかね、準備していきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れんち。